皆さん、こんにちは、瀬尾です。瀬尾順のレッツ話をお送りします。えー、今日は。リカルドロドリネス監督のお話です。あの浦和レッツ第二十三代監督ということは、前にお、えー、申し上げましたけど。リカルド監督とは週に一回、えー。ない時もありますけど、ほぼ週に一回。オンライン記者会見で取材をさせてもらっています。あの、まあ、こんな感じですね。で、それとは別に。 マッチテープログラムウェブ,ウェブマッチテープログラムに監督メッセージを載せるためのオンライン取材をこれもこれは1対1でてかま通訳さん入れてですけどさせてもらっています。ただしあのリカルド監督とね面と向かって話をしたっていうのは1回だけなんですよ。でそれもたまたまでですね開幕前の沖縄キャンプそのある日午前練習が終わって帰ろうとしていた時にたまたま 監督と広報部のスタッフが一緒の車でこう走っていって私の横に泊まってですねあのこんな感じのところですけど広報のスタッフがオフィシャルライターの瀬尾さんですって紹介してくれたそれだけですねそれがあのまあ1メートルか2メートルぐらいの距離で顔を合わせた唯一の機会で当然握手もしていないです。キキャャンンンププっってて特に試合前ああシーズン前のキャンプって 新しい監督が来たりとか新しい選手が入ったりそれからスタッフとかそういう人たちと仲良くなる貴重な機会なんですよねただコロナ禍で行われたキャンプは、えー、チームとから我々メディアの動線がもう全く重な,らない重ならないようになってましてそれこそ挨拶も、ねまあ、目があって手を挙げるぐらいの挨拶しかできないようなそんな状態でした 浦和レッズの歴代の監督に対し,対して私はあのその監督の意思をできるだけ正確にサポーターの皆さんに伝えることが自分の義務だと思ってきましただからその人のサッカー観とか戦術を理解する、まあ、どこまで理解できたかちょっと自信もないですけどそのことと同時にその人となりをなるべく知りたいと。だから 1>, 1対1の取材の時あの囲みの取材の時はできないんですけど1対1で話しているときに一言二言雑談を交わすようにしてきたんですねでその監督の何て言うんでしょうねまあ立体的にというか人間的にというかそういうふうにこう膨らませて理解するように努めてきましたたださっきも言ったみたいにリカルド監督とはそれができているとはとても言い難いですねあの大原でで練習を見られるる日はあるんですけど チームとやっぱり接近はできないですし話しかけるのもはばかられますでじゃあマッチテプログラムの監督メッセージの取材の時に、まあ、雑談というわけにもいかないのでスペイン語で話しかけたらどうだろうと思ってそうやってきました。あののやっぱり他国国にいる外国の人 にとって自分の母国語で話しかけられるのは気分が悪くはないと思うんですよね逆の立場からすると僕らあのロンドンで旅行してる時に日本語で話ししかけらられたらやっっぱりちょっと嬉しいですよねろいろ考えた末に最初の言葉は「フェリシタシオネスポルトゥヴクトリア」とこういう言葉でした「勝利おめでとうございます」でまあ今も発音しましたけど果たしてこれで通じるのかどうか。 心配だったんですけどリカルドがありがとうと言ってくれたんであなんとか分かってもらえたんだなと思いましたで取材の最後にはブエナスウェルテ・パサード・マニアナあるいはガネモスエルドテ・パサード・マニアナっていうのはあさってパサード・マニアナはあさってですねあさって頑張ってくださいっていう意味でガネモスエル・ドミンゴっていうのは日曜日に勝ちましょうと、まあ、次の試合のことを言っているわけですね なるだけ毎回新しいこの言葉を仕入れるようにしたんですけどまあ残念ながら勝った試合の後ばっかりではないんでえ土曜日は残念でしたとかいう挨拶も入れましたで東京オリンピックでこう中断をしてえその中断明けっていうのはもう前の取材からだいぶ経っていたんで「むチょテンポシンベルタコモアセスタコモアセスタ」とかなあれ、えー ムチョティエンポっていうのは長い時間シンベルタっていうのは前に会ってからっていうことだと思うんですけど「久しぶりですね元気でしたか?」って言ったら「ムチョティエンポシンベルタ」と返してくれたんで「ああよかった通じた」とですよでそれでリカルドが「ムチョティエンポシンベルタエンハポネス」って聞いてくるんでえっと思ったんですけどあのやっぱり喋られるとね分かるとか限らないんですけど ああ日本語で何て言うんだって聞いてるんだと思って「えー、久しぶり」って言ったら「あそうそう久しぶりと」と知ってたけど忘れてたみたいで思い出したような本当にあに2人だけだったんです通訳さんいなくてだからリカルトも手持ち無沙汰だったんでしょうけど会話がうまく転んであのすごく楽しかったですで彼ももう5年目日本に来て5年目ですんで日本語の単語はだいぶ知ってると思うんですけど あのゲーム形式の練習中にこう私が聞き取れたのは「切り替えー、切り替え」替えってよく言うんですね攻守どっちにしてもこう切り替えろということそれと「もう一回もう一回」っていうのはまあもう一回ですよねそれはよくあの聞いてますで最近聞いたのは「もう終わりもう終わり」っていうんですよだいたい2回繰り返すこと多いんですけど「もう終わり」って何かっていうと 試合前日の練習が終わって選手が居残り練習しているときにもう時間を見てそろそろ終わりにしろよとまあ疲労のこともありますし試合の準備もあるっていうことなんでしょうねえでリカルド監督は記者会見でもそれから1対1の取材でも一つの質問に真摯に向き合ってとっても詳しく丁寧に答えてくれるんですえあんまり隠すこともしないっていう感じですねあのそのきは,はっきり言いますこれ以上 相手もあるから詳しく言えないけどっていうにはっきり言いますけどそういう時はだから時々えっと思うようなことを言うんですよ。例えば4月3日の勝ちませんこれ今年ですけどねのウェブマッチでプログラムの監督メッセージには「今日は良いサッカーを見せるだけでなく勝利もお届けしたいと思っています」という言葉が載っています。 今日も自分たちの哲学を貫いて勝利に値する試合をお見せできるよう全力を尽くしますまずはサッカーのスタイルをチームに定着させることが大事だっていう姿勢でしただからだいぶちょっとニュアンス違いますよね、えー、今日はいいサッカーを見せるだけでなく勝利もお届けしたいと思ってますしかも実はこの,日この時ねでこの試合を連勝のスタートにしたいとこの試合というのは勝ちませんですけどで続けたんですよ 当時のことを思い浮かびますとそれまでは横浜 FC に1勝しただけでその後、アウェーの横浜 F ・マリノス戦ホームの札幌戦ホームの川崎戦そしてルヴァンのホーム柏戦公式戦4試合連続無失点,あ無,失点無得点で逆でした勝ちなしだったんです4試合それなのにこの試合を連勝のスタートにしたいってそんなこと言ってじゃあ大丈夫かと思ったので申し訳ないですけどこの部分だけ入れなかった そしたら鹿島戦に2対1で勝って次の清水戦徳島戦と宣言通り3連勝したんですよねでリカルトさんの頭の中にはここまで苦しんできたけどそろそろ戦術も浸透しだしたのでそうすれば勝つだろうという確信があったんでしょうねでしかも勝ち続けるだろうという確信があったんだと思いますそれからあの中断からの再開後 当時公式戦8試合負けなしを続けた後の9月18日セレッソ大阪戦ですこれ2対0で勝ちましたよね。この日のマッチデープログラムではシーズンの終盤に向かうこの時期にチームの調子が上がってきているのは当初から目指していたことであり予測もしていましたと。って取材の時に言ったんですよ。でこの予測していましたっていう部分はその何か。 8試合負けなしっていう結果出した後で言ってる後出しじゃんけんみたいに思われたら嫌だなと思ってやっぱり公開した部分には入っていないんですよただよく考えるとリカールド監督は大殺し区を広げる人ではないのでこれ本心だろうと思うんですよね本当にそういうこの時期こういう予定でしたとだシーズン見通してこの時期はこうでこの時期からこうなって終盤を迎える頃はこうというプランをね しっかり立ててしかもその通り遂行しているのかなと思うんですよね。リング戦で 3, 位で3位以上になって ACL 出場というのはもう今自力だけでは難しいけどそれにふさわしい成績を上げられるのではないかなと思っています。で実はですねもう一つ表に出してないリカルドの言葉があるんですけど申し訳ないですこれは今は言いません。シーズンが終わった後でで言うかもしれないですね あの残念ながらまだまだリカールド・ロドルゲスという人の素顔まで知っていると私は言えないんですけどこれから長くレッズを指揮してもらって素顔に触れていきたいですしから直接会って取材できるような状況に戻ればより彼のこととを皆さんにお伝えできると思いますそうするとまあリカルドも趣味であるトライアスロンの大会にね出場する日が来ると思います。